7レース1次戦に2着になりました新田選手です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。本日は細切れ戦でしたけども、スタート含めてどういうふうに考えられてたでしょうか？取れた位置から長澤君にスタートは任せていたので、そこから仕掛けるタイミングが来た時に仕掛けようということは言ってました。阿部選手が突っ張ったところを、松井選手の番手に飛びついた形になりましたけども、あの辺りは後ろから見ていてどうでしたか？あそこで勝負するんだっていうのと同時に、多分清水君がどこかのタイミングでは行くだろうなと思ってたので、そのタイミングを逃さないようにということだけは考えてました。でその清水選手がまくりに行ったところを追走してさらに上をまくったわけですけども、その辺りのご自身の踏んだ感触っていうのはどうだったですか？あれだけ松井君が突っ張って体力削られてるはずの清水君の上を、気持ちよく綺麗にまくれてない感じがあったので、清水君の強さを感じましたし、松井君の強さももちろん感じましたし、その中でまだ自分の足りない部分っていうのはあるなって感じましたね。その辺りっていうのはなんかセッティングで賄えるのか、それとも体の部分なのかっていうのはどうでしょうか？どっちもあると思います。2走してみてご自身の状態とはどうですかね？問題ないです。わかりました。ではこの後ですね、2次予選それ以降に向けて意気込みを最後にお願いします。はい、頑張ります。